仕事ってさ、うん、もう方程式がさ、うん、分かっちゃったっていうかさ、うん、俺の中で、うん、こうすればいいみたいなのが、ああ、ちょっとうるさいなこれ。え、カン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 言い出した。うん、ギター教室始めたのも思いつきだし、うん、生徒来るかどうかなんて1ミリも考えてなかったし、うん、教則本もある日突然メールが来たし、うん、レコーディングとかもある日突然先輩からお話が来て、うん、繋がったり、うんうん、YouTube もやることないからしょうがないから YouTube やろうっつってやったら楽しくて今に至るし、うんうん、全部がキーワードはたまたまなんでね、うん、そうなんだ、うん、だからたまたまを待ってればいいんだなって、うん、いう方程式。なるほどね、うんうん、だから自分からアクセク動いて、うん、あ、この人とつながっとくと 得があるかなとか、あ、はいはいはい、打算で、うん、ここ行っといた方がいいかなとか、うん、そう、将来を考えるとこういうことしといた方がいいかなとかっていう、なんか打算で動くといいことがないんだよね。うん、確かにそうだね、うん、そうそうそう、なんかだから、うん、たまたま巡り合ったり、うん、偶然出会った人とうまくつながれるかどうか、うん、その時につながれるスタンスでいられるかどうか、うん、っていう感じ。そうだね確かにね。あ、そうそうそう、そうなんだよ、うん、その家柄っていうかさ、うん、うちの親父がさ、そうなんだよ。もともと高学歴で、うん、高収入なタイプだったのに、うん、バブルが弾けて、うん、全てがパーになったんだよ、うんうん、で、自分で会社立ち上げてたのに、うん、それも銀行からの融資も消えちゃって、結局、まあ、倒産はしなかったけど、うん、譲渡しちゃって、うん、すごいエリートで高学歴で高収入だった人が、うん、あ、こんなに、まあ、申し訳ないけど惨めな姿になっちゃうんだなっていうのを、うん、もう目の当たりにしてたから、うん、家に帰ってくるたび不機嫌で怒鳴り散らして、うん、物を蹴る、さすがに暴力までは振るわなかったけど、うん、なんかもう物に当たるとか、うん、もうテレビつけちゃ文句ばっかり言ってる、うん、政治に文句言う、オリンピックやればだから日本はダメなんだとか日本批判し始めちゃうよね、うん、でもう、うん、野球見たら、うん、ダメだこいつはとか、あ、よく言うお父さんだね、うんうん、っていうのをもう毎日、うん、この多感な時期に見てたから、うん、バブル弾けたのが俺が小学校6年生ぐらい、中1とか、うん、の頃だったから、もう一番思春期のさ、多感な時期にさ、うん、もう親父がもう荒れに荒れてさ、うん、で家はさ建て替えるさ、うん、ちょうど建て替える設計図まで来てたのに、うん、それすらもうあのできなくなっちゃって白紙になっちゃって、うん、何もかもがなくなっちゃった、うん、っていうのをもう目の当たりにして、うん、もう学歴とか、うん、なんかそういうなんか全然意味ないじゃんって、うん、分かっちゃったんだよね、うん、その時にお父さんが身をもって教えてくれた、教えてくれたん、うん、まあ、そんないい大学行ったって、うん、タイミングと、うん、なんかその人間関係とかさ、うん、そういうのでさ、あ、ここまでこう落ちるんだと思って、うん、そういうのがあったからこそ、うん、なんか安定した職に就くとか、うん、受験をするとか、うん、そういうのよりも、まあ、自分の好きなことやろうと思ったんだろうね、うん、で方程式見つけちゃったじゃん俺、うん、
全部たまたまだっていう、うん、方程式がさ全部たまたまっていう、うん、全然さバチッとした式じゃないところが面白いね、うん、だってさ、うん、商業無常なんだよ、うん、本当にそうだよ、ね、全てはさ朽ちていくんだよ、うん、でこれを悲しいと捉えるか、うん、あ、嫌なことも全部なくなるんだから、うん、今を生きようっていうふうに前向きに捉えるかの違いなのね、うん、全部なくなっちゃうんだからもういいやっつって、うん、投げやりになるんじゃなくて、うん、いつかは朽ちるんだから今を大事にしようっていうふうに前向きになると、まあ一切皆苦なこの世の中、うん、全て苦しみに満ちたこの世の中が楽になるという、うん、いやブッダの教えですよ。いや本当そういうことだよね、そう思います、うん、だからこそ今不安がないし将来に対して、うん、まあ考えてもしょうがないよね。だってどっちになるかは誰にもわからないからこそ将来なわけでさ、うん、まあどっちでもいいよ、うん、今が今好きなことをやって、うん、今食べていけて、うん、幸せに生きてるんだったら、うん、それが続いていくだけだから、うん、今不幸だったらさそれはずっと続いていくって思っちゃうから何か変えたいと思うけどさ、うん、そうだよ。だからなんかさ漠然とさ今とさ、うん、未来がさ、うん、違うものと思っちゃうんだよね、うん、人間。そうだね、不思議なもんで、うん、まあ今しかないっていうことですよ、うん、よくわかります。結局今しかないんだよな、うん、私もそう思ってたけどさ未来、あ、今しかない、今を生きるを確実にして生きてたけど、うん、やっぱ仕事を辞めるのはね、うん、ちょっと時間かかったね、うん、で今しかないって考えた時にさ、うん、今しかないんだからさ、うん、あの未来のために、うん、将来のためにこれをやっておこうとかさ、うん、あのこれをやっといた方が将来のためになるとかっていうのはさ、うん、成り立たないじゃない。そうだよ。ってことはたまたまが答えじゃない。そうだよ。だって想像つかないじゃん未来は。そうで想像つくような未来は、うん、まあ望んでないというか想像つかない方が楽しいし、なんか自分の想像よりもすごいことが起こるかもしれないじゃん、うん、そっちの方がいいよね。ってことは俺の方程式合ってるでしょ。合ってる合ってる。たまたまでしょ全部だからその方程式がたまたまっていうのが面白い、うん、方程式ってさずっとさ、うん、あの公式が決まってるものなのにさ、うん、その言葉がたまたまっていうさすごい不安定な言葉をチョイスしてるのが面白い、うんうん。